キャントンとゲームしても無駄だから、さっきつまんないハントレスがいた。キャンパ、明確なキャンパ、つって、その辺の斧で、そこの丘にいて、キャンプやってるやつ。動画上は俺無理級に見えるでしょ。あれ違うよ。もう、あれで救わないともう無理のレベル。あ、じゃないとね、野良の得意な、これやってるとね、大金まで入るよ。言っとく。これ言っとく。絶対、俺合ってる。間違いなく。まあ違うというなら、イフもしもでやってみたら、同じパターンで。たまーって見たら、耐久まで入るから、絶対。だからもうゲーム的に成り立たないんでしょ？次のゲーム行ったらいいじゃん。キャンプだから、キャントンするやつとゲームしても時間の無駄なんだよ。待つしかないんじゃない？なんかわかんないけど、今回待つしかない。見てるやつだよ。よくねえじゃん、これ。疲れてんのに、ね、ましてる。いきなり、普通のやつだったらいいけど、人間使ってるやつとか、ほんと疲れんだよね。あんなもん見られてるって思わねえのかよ。どうして待ってたらよかった。同じ方向から行かないで、2箇所あるじゃん。同じ方向から行かないようにしないで。2人の同じように行かないで。マジで、なんで突っ込んでってんだよ。パンパンだろうよ。マジでムカつくんだけど。この瞬間が抜くんだよ。マジ使えねえよな、もう。医療試合よ。
何やってんだよおめえは、一番かっこ悪い治療しろよ。何やってんだよこいつを。マジで恥ずかしいやつってこういうやつだよな。治療しねえで、治療しないよお前らよ。ほんとムカつくよな。ほんとこいつら何もできねえの。ほんと絆持ってこいよお前らは。これが終わってから行けよ。70秒になったから今。マジでこいつら何やってんの。こう二人がかりで行かなきゃダメに決まってんだろうよ。なるべくこっち側に来てくんねえかな。やられ位置向こうなら無理だろうよ。神レベルのプレイヤーが淡々と俺仕事してんだぜ。淡々と仕事してよ。俺がいなきゃ何もできねえからな。俺ができねえだろ救助も。ここでやられてんだろもう。ため息出るもうほんと。こっち来いよって話だもん。もう時間かけていいよ。もうできなくていいよ。俺が行って時間稼ぐか。こっち方向に近づくな。ダメのらってもう毎度ダメのらやな。エースは逆行ってくれ。ダメや。頑張って。
やって抜けて、俺はやられるから責任取って、男に脱出できんだろ、しろよ、惚れてんじゃねえぞセーブルボード、かっこいいだろ俺って。これや、これやヒロシアンダーバランススーパースナンバープレイ。本当にすごいよね、仕事量がすごい、ヒロちゃんってすごい。もう発電機回しゃチェイスでちゃんとやる試合、救助連発してチーム勝たせる、すごいよね。本当俺の立場に立ってみたら俺がすげえってわかるわ。苦労しながら俺がいれば勝つ、毎試合ベストパフォーマンス、俺がいなきゃ勝てない、それほどの存在、スーパープレイヤー。美しいのはやられに行ったんだよ、惚れろセーブルウォートな。うん、惚れなさい。ヨルちゃんの凄さって知ってるか、自己犠牲だ、チームプレイ言ってる。自分がやられるために向こうに行った。2つのゲートのエリアは違ってた、二人を生かすための動きを取った。うん。ありがとうございます。よし。やりました。これクリアしました。やられようとしたんだよ。